はい、そして今日はすごかったのが勝つみなみちゃんでしたねはいゴルフの楽しさを伝えるゴルフエバンジェリストの涼です出場してないんですけども渋野日向子選手の勝利への扉が一つ開かれました go, 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 ヨーロッパツアーのアラムコサウジレディースの最終日の結果と あと、獲得賞金と、あとコメントなんかも読まさせていただきたいと思います。予選通過した5人の選手が出場したんですけども、まず、西村ゆなちゃんからいってみましょう。まあ、西村ゆなちゃん今日ね、最後、まおちゃんと一緒に回ったんですね。同じ組だったんですけども、西村ゆなちゃんはちょっと厳しかったかな。序盤ちょっとね、あの、バツバツバツってついてますけどの、フェアウェイキープ率は、まあそんなにこう、 めちゃくちゃ悪いっていうわけではないんだけども、パーオンができなかったですよね。5本連続パーオンできなかったので、ちょっと前半はちょっときつかったかなという感じではありましたけどもね。まあちょっと映像がないからどんな感じだったのかな。よくわからないですけどね。はい。まあでも、あの、後半、まあ3連続ボギーから、まあ2つ戻したっていうことでね。 まあ来週が本番ですよ。あのホンダ LPGA がね。あのアメリカツアーではないからこれはね。はい。で最後、まおちゃんも同じ組だったんですけども、バーディーはたくさん取れたんですけどね。ちょっとボギーやダブルボギーもちょっとあったみたいで。はい。まあ、6バーディー取れてるからね。まあ調子は上向きなんじゃないかなっていう気はしますけどね。風も強かったしね。 6バーディー、4ボギー、1ダブルボギーのイーブンで回りましたね。まあなかなか、まあ上向きになってきてるとは思いますけどね。まああの芝とかそういったのもね、だんだん慣れてくれば全然通用する選手かなとは思いますよね。はい。二人とも、まあそんなにこう伸ばしてはいないけども、まあこれはアメリカツアーではないのでね、まあ、あの賞金を稼ぐために、 来たのと。あと、まあ、試合慣れするためにもあるのでね、試合出させてもらえるっていうことでね、出たっていう感じのところはありますけどね。はい。そして、エッティですね。古江彩香ちゃんですけども、さすがに今日はね、3日間一緒だったジョージア・ホールとは一緒じゃなかったですけどね。ま、あの、カーラ・ゲイナーっていう選手と昨日も一緒だったんですけど、今日も一緒だったんですけどね。 まあ今日はね、ワンバーディースリーボギーだったんですよね。ちょっとエッティとしては、まあちょっと悔しい一日になったかなと思いますけどね。まあフェアウェイキープ率も、あの、エッティにしてはちょっと悪かったかなというのもあるんですけども、それでも、やっぱりパワーオン率はね、それ,それなりにあの仕上げてきて、まあ、乗せてきてるっていうのはあるんですけどね。やっぱり後半ね、 全部パーオンしてるんですよ。それでね、なかなかバーディが来ないっていうのはね、ちょっとエッティとしては、すごく悔しいあのバックナインだったかなと思いますよね。まあチャンスにつけられなかったってことでしょう。要するにね。10番ホール以外は、なかなかバーディが来なかったと。しかも17番でね、3パットしちゃってるっていうのはね、なかなか後半バーディが来なかった。まあ、 ピンに絡んでこなかったんでしょうね。ショットがあまり、こう、つけられなかったっていうので、なかなかバーディーが来なかったんでしょうけどもね。あまあ、エッティもそうですよ。西村稲ちゃんと同じ。ホンダ LPGA が、こっからが本番ですからね。<laughs> はい。また期待しましょう。まあ、エッティならそんなに崩れないでしょう。多分ね。はい。そして、佐藤優かちゃんですね。3日目までは日本人トップだったんですけどね。 エッティとは一緒じゃなかったけど、ジョージアホール、笹藤ゆかちゃんと一緒だったんですね。はい。途中でインタビュー受けてましたよ。あの、佐藤ゆかこちゃんね。まあ、ローリー・マキロイの話してましたね。まあ、昔からスイング似てる似てるって言われてましたからね。女版、ローリー・マキロイだ、みたいなこと言われてましたけど。まあ、ちょろっちょろっとこう映っては来るんだけどね。あの、ライブ配信の方は。だけど、本当にちょっとで、ちょっと過ぎちゃってね。 え、これ、笹藤ゆかちゃん、何番ーホールって何番ーホールも出ない、スーパーで出ない時もあったしね。なんだよって思うんだけど。で、今日は4バーディスリー3ボギーの1アンダーでしたね。はい。まあ、フェアウェイキープ率は50%なんだけどね。それでも、パーオンはしてくるんだよね。もう77%でしょ、これ。18分の14だもんね。いやー、これはさすがだよね。まあ、これが、 やっぱり佐藤ゆかちゃんですよね。まあ、フェアウェイキープできなかったとしても、ラフからもうきっちり寄せてくるっていうね。飛距離が、ま出る選手の特徴でもありますけどね。まあ、後半の17番なんかは10メーターぐらいあったかな、あれ。バーディーパットぶち込んでね。そして、まあ、18番でも、あれ、ラインに乗ってたんだよな。もうちょっと強かったら入ってたかな、と。まあ、いいパットでしたよ、最後もね。 まあでもこれからまた笹井ゆかちゃんもエッティと同じくね、あの、ホンダ LPGA が本番ですからね、はい、本番に向けて頑張ってほしいと思います。はい、そして今日はすごかったのが勝みなみちゃんでしたね。いや、すごかったですよ、今日は。まあ、笹井ゆかちゃんが、まあ、ちょっと伸ばして終えるのかな、 っていう風に、そんなに期待してなかった、あの、勝みなみちゃんがね、いきなり、あの、どんどん前半で伸ばしてね、まあ、この時点で6アンダーで8アンダーまで伸ばしてきたんですよ。トゥデ6アンダーまで伸ばしてきたんですよ。ね、10番でね、あの、バンカー越えのアプローチそのままぶち込んでね、ガシャーンとッチップインバーディして、11番でも連続で取ってね、6アンダー、トゥデイ6アンダーまで伸ばしてね、 トータル8アンダー。まあ、6打スですよ、この時点でね。で、その後ですよ、12番でも、まあ、3メーターのバーディーパットをぶち込んで、これで5打差ですよ、5打差。いやー、すごかったですね、この時ね。で、その後13番でもセカンドショットベタピンにつけてね。まあ、パティタバタキットもね、あの、バーディー取っちゃったからで5打差は縮まらなかったんですけど、でも5打差まで、9打差あったのが5打差だ、 まで縮まったんですよね。はい。まあ、2位タイまでここで上げてきたんですよ。お、すげえなんて。このまま全部後半バーディー取っちゃうんじゃねえかなと思ったぐらいね。はい、すごかったですね。27出すんじゃなかなとった。<laughs> 本当に思いましたよ。だけど14番のパー3はね、右ピンに対して真ん中、手前に乗った感じかな。 ちょっとバーディーチャンスとは言えないぐらいの距離だったんでね、さすがに入らなかったですけどね。うん、でもこれちょっとね、もう乗ってきてるから打ちすぎたかなと思ったんですけどね、1m ちょっとオーバーしてたんでね、でも開始のパットはしっかり決めてパーでしたけどね。でも15番でね、パー5、あの、取りたいホールだったんですよ。取りたいホールだったんですけどね、映らなかったですね。<laughs> なんだよと。 1> ね1メーターぐらいのパーパットを沈めたとこだけ映りましたけどね。いやー、その前も見せてよと思ったけどね。まあ、その次の16番ですよね。セカンドショットね、グリーンセンターぐらいかな、ピンの位置がね。手前のバンカーがあるから狙えなかったのかなと思ったんですけど、左のバンカー入れちゃってね。そのバンカーからの3打目寄らずにね、ここでピンチが来ちゃって。 で、3メーターのパッドが左を抜けちゃってね、ボギー打っちゃったんですよね。この時点で、なんかアナウンサーがね、英語だからよくわかんないけど、61のコースレコードはならなかったみたいなことを言ってたんですよ。で、ライブ配信なのでね、あの、ヨーロピアンツアーの YouTube チャンネルの,あのライブ配信なので、チャットの書き込みができるんですよ。いろんな言葉でね、英語もあればタイ語もあるしね、いろんな言葉で入ってたんですけど、チャットの書き込みでね、 日本人がね、書き込みしてたんですよ。いっぱいね。で、ある人がね、勝負どころで崩れるのが特徴とか書き上がってね、なんだお前と思って。もう全世界に流れてる、このライブ配信で、日本人がね、日本選手をそんなこと言うかいと。なんの恥をさらすなよ、日本のって思っちゃったけどね。エイトバーディ取ってんだよ、それまで。 8バーで取ってきたのにね、一つボギー打ったらそんなボロクソ言うかと。なんでそんな悪く言うんだろうね、日本人をね。わ意味がわかんないよね、こいつ。なんだね、まあ、頑張ってほしいっていう気持ちはあるんだろうけどさ。まあ、しょうがないけどね、そういう人もいるからね。まあでも、17番のパー3でもね、T ショット、グリーン左のちょっと外れたところに、 まあ、乗らなかったんですけどねまあ乗ってるのと同じようなもんだったんですけどね、5、6メーターぐらいかな。まあ、入らなかったですけどね、まあ、しっかり寄せてパーを取りまして、18番最後、セカンドショットね、ピンに向かっていい感じだなぁと思ったけど、まあ、ラインがね、あのカップから離れていく感じだったので、でも3メーターのバーディーチャンスにつけたんですよ。これ、バーディーフィニッシュかと思ったんですけど、これが左を抜けちゃってね。 あの、パーでしたけどね。まあでも、それでもね、今日は8バーディー、1ボギーの7アンダーですからね。トータルで9アンダー。よく頑張りましたよ。これぞ勝つ南だという感じのね、シーンをね、見せてくれましたよね、やっぱりね。で、結果なんですけども、優勝したのはタイのパティ・タワタナキット。まあ完全優勝ですね。結局7アンダー出したんですよ、今日。 トップからスタートして、勝みなみちゃん5打差まで縮めたんですけど、結局7アンダーまで伸ばしちゃってね。同じスコアでしたね。まあこの7アンダーがベストスコアです、今日のね。9打差そのまま縮まらずに。まあでも3位タイですよ、勝みなみちゃんね優勝したタワタキッドが、まあ勝った時にね、まあみんな一斉にね、まあ水をぶっかけてたんですけどね。 ファンデーションが崩れちゃってね、まあタイの子なのでね、やっぱりこう色黒じゃないですか。で一生懸命こうファンデーション切に塗ってはいるんですけど、それが崩れちゃってひどいことになってたけどね。まあちょっと考えた方がいいよと。2022年の三菱電機リリースのことを思い出しちゃったんですね、この時ね。あの時、11年ぶりに金組が優勝したんですけどね。あの時もね、周りのスタッフの ね一緒にね、頑張ってきてた人たちがね、コーチやら来てて、水ぶっかけたんですよ。その時ね、金組が言ったんですよ。化粧が崩れるってね。<laughs> 優勝した、11年ぶりに優勝した喜びよりも、化粧がよ、あのね、崩れてしまうっていう方が気持ち的に勝ったんでしょうね。で、化粧が崩れるからやめてくれと。<laughs> <laughs> まあ気持ちはわかりますけどね。はい。でパティ・タワタナ・キット、うずくまってしばらく立ち上がれなかったんですよ。優勝した時にね。で、もうみんな水ぶっかけてたんですけどね。嬉しさのあまり、もうしばらく立ち上がれなかったんですよ。なぜかというと。まあ、LPGA の方でね、アメリカツアーの方で優勝したのは2021年なんですよ。この時メジャーチャンピオンだったんですよね。ANA インスピレーション。 まあ今で言うシェブロン選手権ですよ。あの時は ANA インスピレーションっていう名前でしたからね。あの優勝したら池に飛び込むやつですよ。シェブロンに変わってからなくなっちゃったけどね。あのからまあ3年ぶりの優勝になるんですけどね。でもまだアメリカツアーではね、一勝のままですけどね。これヨーロピアンツアーですからね。あの合同ではないのでね、ヨーロピアンツアーの大会ということでね。 招待はされてましたけどね。アメリカツアーの選手たち。だから強い選手もいる中での優勝っていうことでね。これは大きいと思いますよ。すごい自信になったと思いますよ。アメリカツアーでも勝てるんじゃないかっていうふうな自信になったと思いますよ。パーティーもね。まあこれでアメリカツアーでの優勝への扉が一つ開かれたっていう感じじゃないかなと思いますよね。本当に思いましたよね。 強い選手いっぱいいたからね。はい。で、こういう選手いっぱいいるんですよ。アメリカツアーでね、初優勝がメジャー大会っていうね、まあ花々しいデビューを飾ったはいいけどもね、その後勝てない選手っていっぱいいますよね。まあそんなに年数経ってない選手もいるけどね。例えば、キム・アリムとかね。2020年の全米女子オープンでチャンピオンですよ。 ソフィア・ポポフもそうですね。2020年全英女子オープン。パーニラ・レンドベルクもそうですね。2018年の ANA インスピレーションで勝ってからまだ優勝が他ではないと。メジャーでの優勝じゃないですよ。普通の大会の優勝がないんですよ。メジャー大会一勝だけなんですよ。この人たち。ジョージア・ホールもそうですよ。2018年の全英女子オープンね。渋子ちゃんが勝つ1年前の優勝者です。 で、しぶちゃんと仲のいい。イージョーン6もそうですね。2019年、全米女子オープンで優勝しました。それからこの二人ですよ。ま、年数経ってないけどね、笹藤優香ちゃんが2021年の全米女子オープンで優勝しました。ね、畑岡奈紗ちゃんとプレイオフでね、で勝ちましたけど、それから優勝ないんですよね。まだね。それからしぶちゃんですよね。 2019年の全英女子オープンから優勝がまだありません。なので、こうしたね、パティみたいな選手が、平場でね、ヨーロピアンツアーとはいえね、強い選手も出てた中での優勝なので、まあこれはすごく自信になったということでね。これは笹藤ゆかちゃんも、ひぶこちゃんもね、まあ勝利へのもう一歩、まあ踏み出せたんじゃないかなと。この選手がいけたんだから。 私たちも行けると。ね。パーティーが行けるなら、私たちももっと行けると思うってね、なってくれたらいいなと。だってパーティーまだ狭間世代ですからね。あの、しぶこちゃんの一個下ですからね、歳は。ね。まあ、対人ですからね、狭間世代とは言わないけどね。まあ、年齢的にはそうなんですよ。はい。単独2位に入ったエスター・ヘンゼライトもそうですね。黄金世代ですよ、この子。 しぶこちゃんと同い年なんですよね。こいつ結婚するみたいにね。こいつ落ちちゃった。<laughs> 結婚するみたいにね。あの、結婚指輪見せびらかしてたもんね。インタビューの時とかもね。へぇみたいな感じで。<laughs> はい、カメラさんもね、もう指輪アップしてたもんね。ねまあ、それはいいけど、パッドが入らなかった時にさ、グリーン叩かないようにしてって思ったけどね。はい、もう入らなかった時にバーンってやるんだよね、この子ね。 普段なんかこう、優しい感じの、あの、雰囲気してるんだけどね。うん、ちょっとカットなるのかなと思ったけど。はい。で、勝みなみちゃんが3位タイに入って、同じ3位タイにチャーリー・ハマさんが来たよね。チャーリー・ハマさん、まあ世界ランク8位だからね。チャーリー・ハルが、まあ、3位タイでまあ倍のスコアですからね。18アンダーですから。 すごいよね。今日もフリフリのスカートだった。4日間全部フリフリのスカートですね。はい。風が強いからめくれちゃってね。中のインナーが丸見えでしたけどね。まあ、いいんじゃないですかね。<laughs> はい。あと私の好きなね。ちょっとこの子可愛いなと思ってた。エミリー・ペターセンね。足がいいよね。足が <laughs>。まあ、あの、海外の選手だからね。日本人選手よりもこう身長が高いんですけどね。 足がいい。ね。エスター・ヘンゼライトはね、もう細身なんだけどね。細い選手が好きっていう人はいいかもしれないけど、私はちょっとこう、ぽちゃっとした子が好きなのでね。ペーター戦はいいよね。ちょうどいい感じでね。<laughs> ちょうどいい感じってどういうことだかわかんないけど。はい。そしてちょっと注目してたイーソミ選手ね。あのー、まあ、日本の選手、モネちゃんとか、稲見モネちゃんとかね。 あの、最後まおちゃんとか、あと吉田ゆりちゃんもそうですけどね。まあ、アメリカツアー新人、ルーキーの選手たち、ルーキーオブザイヤーがありますからね。この選手アメリカツアーでどういう順位で終えるかっていうのも、ちょっとね、注目していきたいなと思ってるんですけど、途中インタビュー受けてたんですよ。英語ペラペラじゃないかと思ってね。したら違ったんだよね。ルーシーリーだったね。<laughs> スーパーでね、ソミリーって書いてあるんだよね。 思いっきりソミリーって書いてあるんだよね。あの、映ってんのルーシーリーだったよね。<laughs> おいおいと思ったけど。はい、ルーシーリー知ってますよね。11歳で全米女子オープン予選会突破して本戦出場した子ですよ。記者会見でアイス食いながらインタビュー受けてた子ですよ。<laughs> なんだこいつと思ったけど。はい、まぁ、あ、11歳だからしょうがないよねと。アイス食いながら。 あの、溶けるのを心配しながらインタビューを受けてたっていうね、ルーシー・リーですよね。あの、ルーシー・リーもそうだけどさ、外国人ってなんか舌打ちみたいのするでしょうあの、あれ、イラッ、イラッとすんだよね。あー、で舌打ちみたいな感じでするでしょうあれがね、なんかね、ムカつくんだよね。<laughs> はい、まあ、いいんだけどね。海外の人は、ああいう、の、ね、あー、ってやるよね。あれが、なんか、イラっとくんだけどね。<laughs> で、笹生優香ちゃんは、イーソミ選手と同じ7位タイでしたよね。賞金は、まあ、これね、ドルです。ドル計算、ドル計算というか、ドルで、ね、あの表示してあります。あのー、 一位のパティタバタナキットは1億ちょっとです、これね。優勝して1億ちょっとで、メジャーじゃないのにね。一億ちょっと。まあね、サウジなのでね、金があるからばらまいてんだよね。で、かつみなみちゃんは、これ日本円にすると3600万強ですね。いや平場の日本のツアー2回優勝した分ぐらいだよね。ね、すごい。3600万ちょっと。 笹藤優香ちゃんは1700万ちょっとですね。1790万ちょっとですね。いやー、これ普通の大会優勝した感じですよね。まあすごいもらいましたけどね。はい。そして次のページですけどもね、日本人選手はというと、西郷真央ちゃんが35位。西村優奈ちゃんとエッティが2人、仲のいい2人が揃って42位タイですね。 日本円にすると、最後、まおちゃんは500万ちょっとですね。ゆなちゃんとエッティは350万ですね。350万。358万か。それぐらいですね。今、今日が150円だったのね。1ドル150円だったのでね。はい。そのような感じですけどもね。次ね。やっぱり、あのー、次、ホンダ LPGA タイランドですけども。 あの、エッティと、笹ゆかちゃんと、西村ゆなちゃんは出ますのでね。かつみなみちゃんは、昨日も言ったけど、あと3人欠場すればね。はい。誰か、あの、風邪をひいてください、3人。<laughs> タイガー・ウッズがね、インフルエンザで途中欠場しましたけどね。はい。誰かインフルエンザにならねえかな <laughs> と思って <laughs>。はい。そういうね、悪い考えはよしましょう。はい。で、 ホンダ LPGA タイランドが終わったら、あの、その翌週が HSBC なんですけどね。2月29日から。まあ、これもエッティと誘藤ゆうかちゃんと西村ゆなちゃん出ますけど、これは勝みなみちゃん、あと7人ですね。7人欠場すれば出れるっていう。で、その HSBC の次が3月7日からブルーベイですよ。これしぶこちゃん出ますからね。まあ、エッティも西村ゆなちゃんも、あと最後マーチョも出ますけどね。 まあ勝みなみちゃんは出ませんこれはねあの同じ日程で所属先のね明治安田生命がスポンサーになってる明治安田レディースに多分出るんじゃないかなと思いますねでその後が3月21日なんですよアメリカツアーねアメリカ本土で始まりますこのファーヒルズセリパクチャンピオンシップとフォードチャンピオンシップその次にあるね 吉田優ちゃんがエントリーしましたって昨日言いましたけどね。かつみなみちゃんもエントリーしています。で、最後、まうちゃんも出ますね。で、その後、もうマッチプレーだよ。ねエッティが2年連続2位だった。あのマッチプレーそのマッチプレーの後がシェブロンですからね。メジャー大会もうすぐ来ましたよ。あっという間だよね、メジャーまでね。ねしぶこちゃん頑張ってくれ。<laughs> はい。ということで、まあコメントを読ませさせていただきたいと思いますけどね。 はい。えー、とさんですね。ありがとうございます。今朝もりょうさんの声で心を癒されます。ありがとうございます。みなみちゃん頑張ったぞ。トップ10以内に頑張って入れ。トップ10どころじゃなくてベスト3に入りましたよね。はい。<laughs> すごいですよね。はい。しぶこちゃんと仲のいい E-JON6 ちゃんはどうしてるのかな。りょうさん、情報あったら、できたら次の動画配信で知らせてください。歳のせいでスマホ苦手なんです。 いやー、私もわかりませんね。インシック6去年は、ポイントのランキングが、しぶこちゃんと同じカテゴリーなんですよ。91位だったからね。だけど、エントリーしてないんですよ、全然。まだ。だから、どうしてるのかな。でも、インスタ見ると、ちゃんと、こう、スポンサーにね、あの、スポンサー契約いただきました、っていうのにね、まあ、写真載ってたから、まあ、普通に、あの、プレイはすると思いますよね。韓国ツアー、 に出るのかなわかんないけどね。まあ、韓国ツアーのホームページもね、なんか書いてないのでわかんないですね。はい。えー、それから、岡さんですね。ありがとうございます。男子プロとの試合は中継されますかあ、昨日言ったやつですね。あの、2月24日に平和 PGM チャリティーゴルフっていうのがあるんですよ。男子プロと女子プロがペアを組んで戦うっていうね。 その大会はありますよ。放送が。テレビ中継。琉球朝日放送と、まあインターネット配信のアベマと、あと BS 朝日ね。まあこんな感じで、2月24日生放送と、あと録画なんかも BS 朝日ではやりますね。琉球朝日放送って、沖縄だけでやってる放送なの私もちょっとわかんないですけどね。 でも、アベマ見れたら、みんな見れるからね。うん。まあ、見れるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、その、あのー、大会にね、吉田ゆりちゃん出ますから。まあ、アメリカツアーの前にね、出ますからね。まあ、この中継見たら、まあ、吉田ゆりちゃん見れるから、まあ、どういう、どれぐらい仕上がってるかっていうのはね、見れますよね。 あと、かわいい、マサダユメロちゃんも出ますよね。マサダユメロちゃん今タイにいるんですよ。タイでね、合宿してんですよね。ミヤコレイカちゃんと一緒にね。ミヤコレイカちゃん、まあタイで二十歳を迎えましたってね、インスタに載ってたんだけど、インスタにね、裸の写真載ってんの。見た方がいいよ。皆さん。ミヤコレイカちゃんの裸が載ってますね。<laughs> インスタ見てください <laughs>。はい。 まあ、キャサリンこと、畑野夏希ちゃんも出ますしね。女王山下美優ちゃんも出ますからね。上田桃子ちゃんも出るし。可愛い,いかなちゃん二人も出ますからね。三ヶ島かなちゃん、長井かなちゃん。はい。男子もそうですよ。片山慎吾、時松隆子、木下隆介、えー、今平修吾とかね。すごいでしょ宮本勝政、片岡直樹、蝉川大河、池田祐太。 ね、杉浦優太と、川本力と、ね、すごいでしょ。すごいのが出るんですよ。だから川本優衣角下も出るから、多分川本兄弟がペアになるんじゃないかな、今回もね。はい、馬場咲ちゃんも出るしね。はい、まあそういった、ちゃんとした、あの、選手たちがいっぱい出る大会なのでね、ちょっとね、面白そうですよね。普通のストロークプレイではないのでね、男女ペアで戦うっていうね。 方式なのでね。まあ、これはいいと思いますよ。まあ、二人のペアの二人が、あの、どっちかいい方、男女ペアの二人が、まあ、プレイして、普通にストロークプレイして、いい方のスコアが採用されると。だからもう攻めていけるわけですね。一人がね、パー取ったら、もうパー以上狙っていくしかないですからね。 自分がボギー打っちゃって、ダブルボギー打っちゃったっていいんだから。誰かが、もう一人の人がパー取ってればね、バーディー狙いにいけるでしょ。だからスコアが出やすいんですけど、それは、の方がちょっとね、面白いなと思うんですけどね。はい。まあ、2月24日ですね、土曜日。楽しみにしていてください。22日からはホンダ LPGA と、あと台湾ツアーがありますからね。台湾ツアー、 いろんな選手、青木セレナちゃんとか出ますからね。いっぱいいますよ。桜井心コ奈コちゃんも出ますからね。あと、のんちゃんも出ますよ。植竹のぞみちゃんね。植竹のぞみちゃんの妹、なるちゃんがね、キャディーやるんですよ。でキャディーやるんですけどね。今日、さっきインスタ見たらね、台湾に着きましたと書いてあったんですよね。だから空港でね、お姉ちゃんが、あの、 検査に引っかかってね、自分の荷物の中もう全部調べられてね、もう時間かかっちゃってしょうがないみたいな感じの画像が載ってましたね。お姉ちゃんちゃんとしてくださいみたいな <laughs>。で、それに返してましたね、のんちゃんがね、すいませんって <laughs>。姉妹で何やってんだか。ね、可愛い二人ですよ、本当にね。はい。ということで、全然関係ないしぶこちゃんが、 まあサムネに出てるからなんだよって思った方いるかと思いますけども。パティ・タバタナ・キットまあ、ハザマ世代の子なんですけどもね。まあ、優勝して、ヨーロッパツアーではあるけどもね、比較的強い選手が、まあ、出てた試合で優勝した。しかも、ぶっちぎりで優勝した。これはアメリカツアーでも戦えるぞと。私もやれると思ったでしょうから。 誘うゆうかちゃんもしぶ子ちゃん私たちもいけるわよと絶対負けないわよとパーティーには負けないという感じでやってほしいなとね思いますよ扉が1枚開かれましたから是非ホンダ l p g a 見ててくださいどんな状況になるかね楽しみですねはいということで今回は以上です